ハールマールギュラです。今回はナローンの最終兵器無色転生の特に痺れた神エースをご紹介していきたいと思います。この動画は無色転生が今後何十年と語り継がれるアニメであることが証明される、そんな動画にしていきたいと思います。ですので僕が紹介する演出以外にも無色転生のここがすごいぞ、すごかったなどあればどしどしコメント欄に書いていってくださると、この動画が広まって無色転生の不況になって最終的な無色転生の2期なんかにもつながっていくと思うので、ぜひ皆さん、コメントだったり拡散の漁港無色転生の神エース、まずはこちら第21話、ルイジェルド VS オルステッドのシーン。ここをですね、なんとスローで再生してみたところ、ルイジェルドのモーションが12コマ、オルステッドのモーションが24コマだったと。で、作画の枚数の暴力でオルステッドの圧倒的格上感を演出しているという。いや、これね、気づいた人すごくない？今回ツイッターの方で無色転生の神演出みんな知ってるみたいな感じで、一部ツイッターの方でね、僕のファンから募集させていただいたものになるんですけど、いや、これはね、よく気づいたね。もう言ってしまえばアニメで実験みたいなことをやってるってことでしょ。まあでもね、そんな気づいたオタクたちもすごいけど、やっぱり一番すごいのは、制作陣ですよね。二次元の世界がリアルでも反映されてるという。作画ももちろんすごいけど、こうやって普通じゃもうただね見てるだけじゃ気づかないところもこだわってるあたり、本当に最高ですよね。無色転生の神演出、あえてここでですね、第1話の神演出をご紹介していきたいんですけど、家庭教師として来るロキシーを歓迎するルディ一家、普段の食卓では2つのろうそくしか置いてないところを、ロキシーが来た時だけ3つのろうそくを置くことで少しでも部屋を明るくして貧しいなりにも盛り上げようとしてるっていうことを、こういったねアニメならではの演出で表現していたりとか、これがねめちゃくちゃすごくて、みんなはね普通にパンを食べるだけなんですけど、ロキシーだけめちゃくちゃうまそうにパンを食べるんですね。実はあれはロキシーがいるマタイデクには砂糖がなくて、ロキシーが砂糖もないような異国の地から来てるんだよっていうことを暗示している、いわゆる伏線になっていたりなど、異世界系のアニメにしては異様なほど贅沢な伏線の張り方だったり演出の仕方を第1話からいろいろ仕掛けまくってるんですよね。セリフで語るんじゃなくて映像で語るという手法を取っているからこそ1分1秒見逃せませんし、本当にね第1話からあ、このアニメやばいぞとね、もう見てる側のギアもめちゃくちゃ高まりましたよね。無色転生の神演出、特に第7話のこのシーンみたいのはないんですけど、前編通して一貫して描かれていたことが一つあって、例にとるとアスラ王国の街並みは進撃の巨人のようなドイツなどでよく見られる建築方式となっていて、リカリスの街、あの馬の男がいたリカリスの街は中東などでよく見られる建築方式になっていたりなど、建築方式にもかなりこだわっている点で、さらにこれめちゃくちゃすごいのが、シーロン王国がアジア風の建築方式になっていて、行くまでの道中で田んぼが出てきたりとか、あとお米をねルーデスたちが食べるシーンがあったりなど、僕たち視聴者が現実世界で実際に見てるようなものが異世界の中で描かれていること。普通の異世界ものって僕たちが生きている現実世界ではないような食べ物だったり街並みだったりをひたすら描いていくことが当たり前で、それがまあ大半なんですけど、あえて現実世界にあるようなものを作中に登場させることで異世界にリアリティさを持たせているんですよね。いや、これはね、僕もその無色転生がなんでこんなにも温かみのある、そして現実感のある作品なんだろうかとずっとね疑問に思っていたので、気づかぬうちに作画班の狙いにまんまとハマっていた、そういうことですよね。いや、だって田んぼだよ。言われてみたらさ、その普通の異世界もので急にあんなリアルな田んぼが出てきたらまあびっくりするでしょ。で、そこを違和感がないように国が変わるごとにダイナミックに表現の仕方を変えてくることで、無意識に視聴者にワクワク感だったりとか驚きみたいのを提供してくれているんだという、それはね、なりますよ。どんな世界が今週は広がっていくんだろうなとね、毎週こんだけワクワクして見れるのはそういった細かい演出があるからなのかももしかしたら知れません。続いて無色転生の神演出、第21話のルーデースが炎の魔法を使うシーン。ここですね、炎の色の変わり方が赤、黄色、白、
青、そして紫と変わっていっていました。実はですね、これ異形の人だったら気づいた人もいるかもしれないんですけど、色温度っていうのは赤色が最も低く約1500度ぐらい、1500度ぐらいで、黄色が約3500度で、白が6000何百度ぐらいで、で青に行くと約もう本当に1万度以上の超高温、そして最後に紫の炎っていうのがもう人間の可視化できるもうギリギリの範囲の色で、まあ、当然ね青の炎よりさらに高温と、この炎の色にまで、炎の変化一つにまでリアリティを追い求める制作人のこだわり、まあ理系だったからね、見た時パッて気づいたんですけど、いやめちゃくちゃこれはねちょっとしびれましたよね。本当に言ってしまえば魔力をただ込めるというこの表現一つをここまで深く噛み砕いて消化して演出するスタジオバインドさんの力量、一体もう何者、人間やめてもう神なんじゃないですかね、スタジオバインドさん。であともう一つ、これも含め歴史をこのアニメ作ってるんですけど、なんと今回この無色転生を作ってるスタジオバインドさん、実はですね無色転生のためだけに建てられた、そんな制作会社なんですよね。いやあります、こんなこと、一つの作品を作るために会社が建ってるんだよ。大人の遊びって怖いなっていうのをこの作品を見ると思わされますよね。無色転生の神演出第22話、ルーデスとエリスの初夜のシーン。ルーデスとエリスの2人の間にあった柱、あの柱を超えるっていう演出には、いわゆる男女の関係の一線を超える、そんな意味があの演出には含まれていたりとか、あとはワインにグラスが吸い込まれていく演出、あれはエリスにルーデスが徐々に取り込まれていってるっていうことを表現していたり、あとね先にワインが落ちることでエリスはルーデスより先に覚悟を決めていたっていうことを暗示しているなど、この普通に見てるだけじゃ気づかない間接表現の巧みさ、いやあの回はマジですごかった、そんな DM が送られてきました。はい、ということでね、こんな熱く語ってますが、ここに関してはねちょっと僕の方では気づかなくて、あの僕は単純にあのルーデスの子猫が欲しいニャンのシーンをねリピートしてるっていう、これを DM の方で送られてきた時は、あ、そんな意味があったんだと本当に俺バカだったなと。 Twitter とかこれ見た感じ、結構ねいろんな考察がされてるんだよね。見る人によってだいぶあそこの解釈の仕方は違って、そういったね考察が、ワイングラスだけでねそんな考察が起きるっていう、なかなかそんなアニメ今までなかったんではないでしょうか。もういっそのことなんか本出してほしいですよね。無色転生演出大全みたいな、考察の答え合わせ本みたいなことが出ることを僕は心からお待ちしております。続いて無色転生の神演出、こちらのツイートをまずご覧ください。無色転生で助監督などを務められていた平野さんのツイートになるんですけど、魔人語はちゃんと言語として使えるように作ってます。ルディの努力の成果とも言えるものの一つなので、しっかりと映像にした方がいいと監督と判断し、いろいろと試行錯誤して今回の形になりました。なんと無色転生アニメ内に人間語と魔人語という独自言語が2つ出てくるんですけど、それらは全て解読可能で、要はアニメ無色転生のために2つの言語を作り出しているんですよね。いやジブリですか、ただのおっさんの構成物語ではないんだぞというのが、本当にこういったところからも制作人の愛みたいなのをめちゃくちゃ感じますよね。でその制作人の愛に対してきちんとねオタク側、見てる側も愛でね返してまして、というのも今回この無色転生解読版的なのも実際に現れていて、ツイッターの方でねその無色転生解読みたいに調べると結構多くの解読ツイートが見受けられます。例えば一つ取り上げさせていただくと、こちらの裏のパトリさんのツイート、人間語魔人語ともにほぼ解読完了、いろんな方たちのおかげもありついに解読できましたと。人間語はバスク語の、そして魔人語はズール語の子音変換、子音置換、子音置換だったようですという、なんかいろいろ難しいことが書いてあるんですけど、ロキシー先生の直筆の参考書をね実際に解読してる画像とかもあるので、ぜひともあの概要欄からこちらのツイート見に行ってほしいんですが、今のねツイートにも書かれていたように、人間語はスペインとフランスにまたがるバスク地方というところで使われてるバスク語が源になっていて、魔人語は南アフリカ共和国のズール族が使ってるズール語っていう言語が元になっているらしいので、ぜひともね気になる人はこのバスク語とズール語、今ね学生の人とか特に国語を勉強するんじゃなくて、こちらねバスク語をちょっとね研究して国語の先生とかにちょっと持って行ってみてはいかがでしょうか。まあ、要はですね、そのズール語を勉強すると無色転生の世界の魔族と話すことができるようになるっていうことですよね。いやちょっと俺もこれ勉強しようかな。はい、
ということでですね、今回は無職転生の神演出をご紹介させていただきました。こんなんね、多分本当に一部の一部だからね、ぜひとも僕一人じゃ気づかないようなもっと素晴らしいところが無職転生にはたくさんあると思いますので、無職転生の痺れたシーンでもいいですし、無職転生の感動したシーンでもいいですし、無職転生の熱い思いでも何でもいいので、どしどしいろんな思いをコメント欄に書いていってください。好評だったらこの神演出シリーズ、またね別の作品とか、それこそ無職転生などでもやりますので、高評価やチャンネル登録を押してアピールどんどんしていってくださると嬉しいです。ということで、それでは今日はこの辺でごきげんよう、バイバーイ。